クレゾールとは、フェノール類に分類される、有機化合物で、トルエンの環状の水素のいずれかが、ヒドロキシ元に置換されたものを指す。メチルフェノールのこと。分子式 C7H8O、姿勢式 C6H4CH3、分子量108.14。総称としてのクレゾールの CAS 登録番号は、1319から77から3。特徴的な薬品種を持つ。 メチル元とヒドルキシ元との位置関係の違いにより、以下の3種類の構造異性体が存在する。いずれも腐食性があり、皮膚に触れた場合は、直ちに水で洗い流さなければならない。また、いずれも純粋なものは無色だが、空気中に放置すると酸化を受け、炭鉱色やピンク色を帯びる。フェノール類のため、塩化鉄水溶液に抵触する。コールタールを蒸留。 生成することで得られる。化学合成で生産する場合は、ベンゼンからフェノールを合成する方法であるクメン法と類似した経路を取る。トルエンとプロピレンを原料として、触媒存在化フリーデルクラフツアルキル化によって、イソプロピルトルエンとし、これを酸化することで、クレゾールとアセトンを得る。生成物は、オルトメタパラの3種の異性体の混合物であるため、 必要に応じて分離などによってさらに分離生成する。消毒用など純度がそれほど問われない場合は混合物のまま使用される。3%の濃度に薄めた水溶液であるリゾールが病院や診療所で消毒薬として用いられたが特有の強い匂いと取り扱いの困難さから医療機関での使用は減少している。オルトジクロロベンゼンとクレゾールを配合した薬品は 組取式便所用うじ殺しとして用いられる。かつては、村井県運動で、国立ハンセン病療養所に収容された、ハンセン病入所者に対して、消毒風呂の中に高濃度のクレゾールに浸すことが行われていた。糖尿予防のサプリとしても期待されている。京都大などの共同研究チームによると、糖尿病患者はそうではない人と比べ P、クレゾールの血中濃度が低かった。 マウスの実験で微量のークレゾールを皮下投与したところ血糖値が低く血糖値を下げるインスリンの分泌量が増えていた。糖尿病になっているラットを使った実験でもークレゾールを投与したラットがインスリンの分泌量は多かった。人についても糖尿病を予防し治療できると期待されている。ありがとうございます。